ちらは第2章自警修法のコーナーになります。森祖先三兄弟のうちの真ん中の兄森修法の作品をご紹介します。森修法は江戸時代中頃の元文3年1738年に生まれ、江戸時代後期の文政6年1822年に亡くなりました。絵の師匠は大阪の狩野派吉村修山です。吉村修山は江戸時代中頃の大阪で多くの弟子を持ち、有力な絵の一派を築き上げた人物です。修法は彼が活躍していた頃には大阪を代表する絵師として名高い人でありました。例えば30歳代半ばの頃には博学なことで知られていた大阪の人木村蒹葭堂が訪ねてきたお侍に対して、当時の大阪で中国風の絵を描く著名な絵師の一人として修法の名前を挙げています。また60歳代半ばの頃に発行された大阪のガイドブックのような本には、流行りの絵師として修法と彼の弟の祖先の名前が出ています。その他江戸時代の大阪の人名録にも修法の名前はよく出てきているので、当時は大阪を代表する絵師であったことがわかります。こちらは修法の描いた蝦蟇仙人の絵です。蝦蟇仙人の絵といえば、普通は仙人と蝦蟇が仲良くしている姿を描いているのですが、この作品ではちょっと険悪な雰囲気です。白い蝦蟇に仙人が馬乗りになって、蝦蟇の頭を押さえつけて何やら怪しげな気を吐かせています。この絵からは修法が狩野派の表現をマスターしていたことがよくわかります。最もわかりやすいのが仙人の着物の線です。着物のひだを濃い色の墨でかつ尖った三角形を連ねて描いています。このような描き方は狩野派の絵師の作品によく見られる描き方であり、修法も狩野派に連なる絵師であることがわかります。修法は狩野派を基礎としていましたが、それ以外の画家とも交わり、またその表現方法を自らの絵に生かしています。こちらの作品は梅の木の上にいる親子の猿を描いた作品です。修法の弟の祖先はリアルな猿の絵を描いて評判となりましたが、この修法の作品からは彼も祖先に似たモフモフの猿を描いていたことがわかります。親猿の顔をアップにしてみますと、細やかな毛並みの描き方や通った鼻筋、一文字に結んだ口元、顎の形、耳の形など共通するところがいくつも見られます。写生を積極的に行い、それを基礎として新たな画風を作り上げた京都の丸山応挙とも修法は関係を持っていました。また一説によると、大阪の浮世絵師で美人画を多く描いた月岡雪亭にも学んだと言われています。このように狩野派を出発点とした修法ですが、それにはとどまらず、いろいろな絵師との交わりを通じて多彩な表現方法を身につけていたことがわかります。修法の作品は天井画や絵馬、屏風、掛け軸、本の挿絵や画帳など、大きなものから小さなものまでいろいろとあります。
周邦は弟の祖先よりも長生きして、数え年で86歳まで生きました。こちらの福沢は、亡くなる前の年の85歳の時に描いたものです。シャープな松葉や、勢いよく伸びる梅の枝など、年をとっていてもしっかりとした筆運びが見事な作品です。次回は三兄弟のうち末の弟の森祖先を紹介します。